ミュージカル、ピーターパン、開幕主演の山崎怜奈、今年の夏も全力で駆け抜けます。山崎怜奈、1997年5月21日から、これ2本目芸人。伝代衆持ち人、ため女子偶像団体乃木坂46全成員、東京都出身、所属劇講師ためマウントケープ。2013年乃木坂462期生身分で同。2022年7月17日時乃木坂46失業。目前活躍を追い各種電子節目上。十字児童園員入校、利徳桶キャロット事務所。2007年出演電影、人風筆記本。2008年出演電子劇仮面騎士騎馬。2013年3月28日、山崎通過乃木坂46的2期成長戦。5月9日、追い赤坂アクト劇場重機的舞台劇、16人的四角牛。東京公演中首事業賞。7月10日、意見急性未分在乃木坂46間肩白脚発表その首編文章。8月4日、在千葉県幕張展覧館受雪的、ガールズルール、全国握手会中首自在支持者面前演唱歌曲。2014年10月15日、リコジマ坂46、ゴジ坂46、適正陰身粉在ゼップブルーシアター六本木演唱料風的螺旋。2022年6月14日、在個人冠名広番節目、山崎怜奈的そう与えられし王天は、抽選不必業。7月17日、参加第29超短曲、アクチュアリー。発表記念フォーチュンミュージック限定、千上面&門校、個別見面会。敵活動、正式中乃木坂46失業。7月18日張り出的、乃木坂工事中、を。山崎作為乃木坂46声員的活動へ全部結束、48。7月18日、解説個人ツイッター調合。8月22日、山崎宵乃木坂46間肩アミタンネイ的個人部落各正式席兵。9月1日、担任鳥取県観光連盟、カニ取り県カニ旅的活動宣伝大使。9月19日、開始担任 CBC 伝来的節目、ザキオカ×スクランブル、的衆持ち陣。9月29日、あたえ今村翔吾登壇週末的広番節目、今村翔吾×山崎怜奈主王級他長、開始張りで。10月3日、開始担任在東京経定社年張り法的新聞節目、ヘッドライト、的衆持ち陣。11月4日、参加党京都的、通過歴史、文化伝達東京的魅力懇談会、第1回。2023年1月14日、おい個人ツイッター乗船踏みおけ去年9月そこ理解所属約9年半的乃木坂46合同会社。2月14日、宣布加入壁講師、マウントケープ、59、波解説個人館方アミタンは館方恋と共楽部。3月16日、発表個人随筆集、山崎怜奈的文進む和語、山崎怜奈の言葉のお裾分け。4月3日、宣布なりため叫び者 APP、S ライド、的代言人。女優の山崎怜奈、17、が主演を務めるブロードウェイミュージカル、ピーター。ファンが24日、東京国際フォーラムで初日を迎えた。1981年の初演から今年で44年目を迎えた同公演。昨年に続き、11代目ピーター・パンを演じるのは、数々のミュージカルで高い歌唱力を発揮する山崎だ。
2年目の舞台に立つ山崎は無我夢中で駆け抜けた23年から1年が経ち、そこから成長した姿をお届けできていたらいいなと思いますと気合十分。今年の夏も全力で駆け抜けますので、皆さんも何度でもネバランドに足を運んでいただけたら嬉しいですと力強く語った。フック船長も昨年に引き続き小野田龍之介、33が演じる、今年は様々な赤を落としながら、より繊細によりダイナミックによりシリアスに新たなカンパニーと共に練り直してきましたとミュージカルの進化を力説し、最高の劇場体験を皆様と共に過ごすことができたら幸いですと話した。